体はどこもおかしくはない。時計を確認すると、まだ1時間も経っていない。気分を切り替えよう。そして次に向かおう。これなんかのフラグになるのかな？みおり、いちかのおり、データ室。忍長寺さんとか、行けなくなったな。まあ、いいや。みおりちゃん行ってみるか。他のメンバーどこ行ったんやろね。誰かに会えるかとテーマパークの中をあてもなく歩いていると、遠くに草の上に座る少女の姿が見えた。あら。新しい、ね、差し絵やね。こう、みおりちゃんが日記書いてるね。近づいてみると、ペンを片手に彼女が日記だと言っていた手帳に何かを書いている姫のみおりの姿があった。日記を、字を書いているというよりも絵を書いているような手の動きに見える。集中しているのか、真横から俺が近づいても気づく様子がない。あ、これあんまり突然声かけん方がいいパターンかな。その横顔は真剣そのもの。普段の少し抜けた印象とは違う。別の一面が見れた気がした。みおりさん。まだ気づかないようだ。相当集中してんな。もう少し近づけば何を書いているのかも見えるかもしれない。でもこういうのってちょっと隠しちゃいそうなんだよね。中身を見ることによって今後有利になるのなら見てしまうのも手だったが、ただの日記で大したものは書いていないだろうし、せっかく気づきかけている信頼関係を壊してしまうほどのこともない。もう一度大きな声で呼びかけてみる。こんにちは、みおりさん。あ、やっぱり慌てて隠してるな。彼女はしっかりと、ね、日記帳を胸に抱きしめながら立ち上がる。何か書いていたの？日記というよりは絵でも書いているように見えたけど。それはその絵と言いますか、そんな感じのものを。絵描けるとかすげえじゃん。いきなり話しかけられて驚いているのか、声も、上ずって挙動も不審だ。不審な動きをしていったんじゃないのかって、疑われるぞって。迷路になっている庭の奥をしきりに、気にしているようにも見える。そんなことより少し歩きませんか？別に構わないけど、中に入る？今まで迷路の中まで入ったことはなかった。確かに。あ、でもあれか、あのラッキープライスはではまだいてないんかな。これを機会にとも考えていたが、違う場所にしましょう。そちらの先にジェットコースターとかもありますし、そうしましょう。ジェットコースター？ええ、いいですけど。ジェットコースターの近くでコースターと狙う気か？で、これに乗るつもりなの？乗り物はすごく苦手で。あとなるとあれか、ねえ、 USJ とか行けない感じ？そう。ならどうしてここを？と聞いてみたかったが、まだ動揺しているらしい。これ以上追求するのはやめておく。
それでさっきの絵だけど何を描いていたの？秘密だろ。話題を変えるために代わりにそう尋ねてみたが。いいえ、そんな大したものじゃなくて、ここの、そう、風景とかそういうものを。風景じゃねえんだな。ふふふ、なんだろうね。風景ね。このテーマパークはほら、なんと言いますか、ちょっとレトロで絵になるなと思ったりしていまして。なるほどな。ちょっと古い感じのも好きって感じ。書いていたものは嘘だが、これは本心なのか。こんな半分廃墟になった古臭いテーマパークが絵になるとは、変わった感性だ。うん、確かに周り化け物とかいるしね。その絵完成したらどんな感じになるんだろうねってね。今日はゆうりくんと道宗くんは？どうかした？なんでもありません。なんかあるんだな。二人に関係することで何かあったということか。ただこの反応は分かりにくいな。今日はその一人になりたい気分だったので、二人には別の場所を探してもらうことにしたんです。ゆり君と道宗君は二人でイチャついてんのかな。そうだったんだ。まあ一人になりたい気分というのは理解できる。二人に何か隠したいことがあるのは規定外だが。二人はどこに？そのどこだったかな。どこかそのあたりだったような。携帯持ってない？さすがに少し気の毒になってくる。隠したい気持ちはもう十分に伝わっているし、これ以上そこに触れても有益な情報は出てこないだろう。仮に隠していたことが分かったとしても、彼女の性格からしてはそれほど重要な隠し事にも思えない。全く気にしていない体を装って話題を変える。今日はいい天気だね。結構曇ってるような気もするけどな。なんで同意するん？この天気やで。安心して姫の身寄りはうなずいた。それにしてもと、これも分かりやすい形で話を変えてくる。湧かないのがすごく怖いんです。今まで近くにいた人がいなくなっているはずなのに、何も覚えていないし、何より怖いのはそれに気づけないこと。ゆうりくんも似たようなことを言ってたね。やっぱ兄弟だね。なんてまともな人たちなんだろうと思う。だからこそこの異常事態についていけていないし、理解もしたくない。それでも選挙を続けるのは死にたくないという原始的な欲求から来ている。死にたくないからミサを殺した。たとえ彼らにあの時の記憶があったとしても、殺したとは認識していないんだろう。あえて言葉にするなら選んだだけだ。だからといって許せるかどうかは別の問題だ。
俺は絶対に許さないし、それはこれからも変わらない。でも、だからこそ前向きになれるんじゃないかな。そう、上を向いて歩こうって歌あるやろ。ただ今は信頼を勝ち取るための言葉を続ける。少なくとも選挙は行われたんだろうし。あの、ん？ユーリと一緒にいたんですか？あの時。ん？あの時？あの時。1回目の選挙が終わった後、ユーリと話しました？あー、まあ話したね。うん。話したけど。何を？いや、だから今みたいな話を。実感がないとか怖いとか。それでなんて答えたんですか？それはあの前のパートちゃんと見てね、みおりちゃん。で、それを今から言おうとしたんだが、気を取り直して続ける。俺たちは名前も覚えていない誰かを選んだ。でも誰をとかどうやって選んだとか、そういうことを覚えてたら多分まともじゃいられなくなる。続けてはいけないって分かってるのに続けなければいけない状況。そんな時罪悪感なんか抱えていたら身動きが取れなくなってしまうんじゃないかなんてね。俺には似合わないかもしれないけど、そんな話をしたよ。へえ、そんな話を。結構深いだろう。微妙な反応だな、聞いておきながら。これが最も彼らの考えに近いまともな意見だと思っていたが、いや、弟の反応からも間違っていなかったはずだ。それでユーリ、あんな顔してたんだ。あんな顔？あんな顔？カナメさん、一言言っておきます。なんじゃ。はい。ユーリを惑わさないでください。うん。惑わす。正論のようなものは言ったが、惑わすようなことは言っていないはずだ。何？ユーリくん、カナメの影響を受けてんの？ユーリのことは、姉である私が一番よくわかっているんです。だから…なんか一番私がよくわかっているんですっていう人がなんかわかってなかったりするんだろうけどね。彼を惑わしているなんて思われたら、これからやりにくくなっちゃう。ちょっと待って、ミオリさん。俺は彼に対して自分の考えを言っただけで、どう感じ取るのかは彼自身の判断のはずだよ。彼から遠ざけられないようにするためにはこの方向しかないか。そういう意味じゃありません。それに彼って何？カレー食べたくなったの？じゃあどういう意味？一番よくわかってるって本当に？兄弟だからって一番よくわかってるなんて、ミオリさん、君の思い上がりなんじゃないかな。そうそう、エゴだよそれは。くなな。少しきつい言い方をしたけど、彼には彼の考えがあるんだろうし、俺は理解したいと思ってるよ。多少説教臭くなってしまったような気もするが。わかりました。そんな諸言な。大丈夫大丈夫。ありがとう。よくわかりました、カナメさんの気持ち。
でもそれは俺の気持ち？あ、でもだからこそ人は。なんなの？ミオリちゃんどうした？ミオリさん？それでも私は。何？とりあえず誤解は解けたようだ。誤解も言う羽目になったら嫌だけどね。最後の言葉はそれでも私は認めないと言ったところか。姉と弟では考え方に大きな、へたりがあるかもしれない。その上で弟をコントロールしようとしている。そんなタイプには見えなかったが、考えを改める必要がありそうだ。さて。なんだったんだ、もう。別の場所に行こう、ということで、まあ今日はこの辺にしたいと思います。そうだな、今回は、なんか、いろいろと進めれたな、なんか、カーシャが、なんか、結婚式の真似事をやったり、ミオリちゃんが、なんか、意味深？ん？なんだろうな。なんかちょっと、ね、素をちょっと出したような感じになってたし、今後どうなるだろうね。楽しみだ。ということで、まあ、次回の追放選挙も、まあ、ぜひ見てください。それでは、バイニャラー。